アベマ野球公式 YouTube チャンネルでの特別企画、クロミアスカのアベマベースボールリポート、ナンバー6の後編が、5日、金曜日に公開された。今シーズンより、アベマベースボールリポーターに就任した乃木坂46のクロミアスカが、メジャーリーグベースボール、MLB、プロ野球など、ベースボールに関わる様々な場所や人への取材を行う特別企画、クロミアスカのアベマベースボールリポート、 ナンバー6では MLB ファンの間で熱く盛り上がっているベースボールカードの奥深さを知るために、黒身がトレーディングカード専門店を訪問。48000円分を購入し、開封すると世界に25枚しかないシリアルナンバー付きカードが飛び出すなど、深み引きを見せつけた。今回公開された後編では、早期に飽き足らず追加で購入した2パックの開封の儀延長戦を実施。 このボックスに収録されている日本人選手のコンプリートを目指して開封を進めると、すでにゲットしているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手と山本由信投手のカードが再びお目見え。膨大な数の選手がいる中での奇跡的な被りに、トレーディングカード専門店の店員は、おお、かなり珍しいですと驚きの声。 この調子でその他の日本人も引き当てたいところだったが、残念ながら姿を表すことなく終了。黒見は肩を落とすも、大谷選手と山本投手を2枚ずつと、世界に25枚しかないフレディ・フリーマン選手が出たのはすごいとご満悦の表情。店員は、フリーマン選手のカードは日本に1枚しかない可能性もありますよと説明すると、黒見は、イエーイと大喜びし、 フリーマン選手を引いた方がいたら、私に教えてくださいと呼びかけた。合計260枚の MLB 選手カードをゲットした黒ミは、この地引き下カードの中から黒ミ流最強オーダーを考えることに。カードを眺めながら、黒ミはムーキー・ベッツ選手がショート。 でも、エリー・デラ・クルーズ選手もいるもんなぁ。サードはガナー・ヘンダーソン選手が楽しみだけど、マニー・マチャド選手もいる。外野手の候補が多すぎて迷うと贅沢な悩みで頭を抱える。どうしようと苦悶の表情を浮かべながらも、アーロン・ジャッジ選手やフェルナンド・タティス・ジュニア選手、山本・由伸投手など、現役トップレベルの選手たちが名を連ねるドリームチームを結成。クロミは、こんなチームいいんですか って感じですね。わら。連邦とかすごく高そうだけど、観客数やグッズ売り上げは一番を得れそうと自画自賛した。そんな中で、カードを2枚引き当てた大谷選手を、投打の二刀流で起用。野手としてのポジションは、大谷選手が試合で経験したことのない、キャッチャー。 黒見監督は、肩が強いし、配球の面でも新しい発見がありそうと、その起用理由を語った。また、先発、大谷投手、キャッチャー大谷選手、どっちの大谷選手がピッチコムするんでしょうかねと、投手と保守のサイン交換の際に使う電子機器で、どちらの大谷選手が主導権を握るのかを妄想。この日も、野球への鋭い着眼点を見せた。